さやけどお前、俺絶対負けへんぞ。俺の戦い、俺のスタイル突き通して、必ず IWGP の取ってやる。そして今すぐも優勝じゃ、一人残らず倒したる。前回田中大谷っていう最強チームが出てきて、いや、宮脇のダウンデージすら倒せなかった。まあちょっと復調したとはいえ、まだ完璧じゃないですよ。その沼田優秀すら倒せず敗れちゃった。俺が出てかなきゃいけないぐらい切羽詰まってるかと思ったけど、別に出なくてもいいかもしれない。ゼロマックス長手以上 100% じゃない。あいつらの前に出てくるのは10年早いと言いながら、俺一人倒せない奴らですよ。火祭りで中西馬場出るようになった。もしかしたらゼロマックスに俺は出る必要がないかもしれないな。闇上がりの俺ですら息一つ上がらず、こうやって帰ってこれない。まだまだ不安だらけですよ、長手以上って。俺の体調のことを言うけど、てめえらはその体調の悪い中で仕留められないことの未熟さを噛みしめろって感じです。